エッドとおもじゅんです。今回は元女子と男子男2人旅をしたいと思います。初よね、2人でって。初めてかもね。初めてだよ。いつもてんちゃんいたもん、うん。今回はどこに行くかというと、グランピングをしに行きたいと思います。おー、いいっすね。俺はね、前てんちゃんと行ったんだけど、オムはグランピングはどうですか？初めてですよ。初めてを、じゃあいただきます。めちゃくちゃドキドキしてる。男2人でね、キャンプの中に。泊まる場所がどんな感じなのか分かんなくて、そうね、ワンチャンダブルベッドかもしれないっていう説が出てる。僕 iPhone 30 Pro にしたんで、シネマティックモードで今撮ってみてるんですけど、どうでしょう皆様。いい感じそうに見えるよね。今見てる分にはめっちゃ綺麗ですよね。綺麗に見える、うん、エロエロだね。絵がエロいもんね。今日はね、あのバーベキューもあるんで、最後の夏を楽しみだった感じですね。そうですね。天気も晴れてね。これで雨降りがちだからね、うん、もう雨ですもんね。到着しました。全部貸し切りなのって感じ。もうだって俺らしかいないよ。ちょっとそれ皆さんお見せします。じゃあちょっと私がご紹介させていただきます。はい、します。まずこちらハンモックですね。ハンモックいいですね。ハンモック。てんちゃんと前借りたところは部屋はさ、もちろん2人きりなんだけど、その他のこういうところとかは基本的には共同だったわけ。これがなんか全部貸し切りなんですよ。やばくないですか？すごいね。そう。で、ここがバーベキュー。え？オム。ん？ピザ作れるよ。マジ？おーすごい。何が怖いって、俺ら2人で来てるのかな。じゃあ行きますか。行きますか。まだ開けないですもんね。まだ開けてないよ。 YouTube はリアルさを追求するためにこういうのって開けてないんですからね。お願いします。行きます。ちょ待って。どうした？どうぞどうぞ。やばいな、思ってた通りだったな。はい、ダブルベッド。うわ、めちゃくちゃエロいじゃないですか。エロいね。入りましょうか。マジか。これは今晩何かあります？いや、ないです。とりあえずね、バーベキューまでちょっとのんびりしましょうか。はい、じゃあ我々は今からバーベキューをしたいと思います。めっちゃ映えてるよ、シネマティックモードが。じゃあ炭を使っていきます。じゃあやりましょう。やりましょう。火はできました。オムレさんがやってくれました。ありがとうございます。やりましょう。やりましょう。いいね、これは。めちゃくちゃエロいですね。さっきからエロいしか言ってない。俺が前やったグランピング炭じゃなかったからさ、炭ってやっぱちょっとめんどくさいけどいいよね。なんか炭じゃないとね、なんかテンション上がんないですよね。炭の方が美味しい気がするよね。お肉、火が強すぎたね。炭火焼きみたいになって。乾杯。乾杯。ああ、いいね。いいね。食べよう。食べよう。BGM は鈴の音。鈴虫。あ、鈴虫か。鈴虫か。たまにはね。たまには、こういうのも大事だから。やっぱこういうのバーベキューって感じですよ。そう、バーベキュー、バーベキュー。これがバーベキューですよ、皆さん。いただきまーす。いただきまーす。水分思いっきり飛んでね。いい意味でパサパサ。いい意味って便利っすよ。いい意味で。いい意味で。もうなんか、これ、ナスです。お肉。いただきまーす。うん、おいしい。うまい。はい、今からじゃあピザを作ります。生地を伸ばして乗せるらしいんだけど、なかなか伸びませんね。うん、しかもこれ2種類なんだって。片方がピザソースを塗り、もう片方はブルーチーズを乗せて、お好みで蜂蜜かけて食べてください。だって甘めのピザと普通のピザができるみたいな。はいはいはい、いいね。いいね。ワインとかめっちゃ合うんじゃないですか。買ってきましたよ、ワイン。ごめんなさい、僕も知ってました。なんなら僕が買いました。YouTuber っぽくなってる。いや、ブルーチーズかね、白ワインが合うんだよな。職人の手つきです。バーベキューでピザって新鮮じゃないですか。ね、10分ぐらいでできるらしいよ。これで完成。おー、うん、いいですね。真ん中に置きます。お願いします。真ん中に置いて、おい、 OK、 これでしばし待つ。はい、ピザ開けますか。どうだ。
おお、うまそう。皆様、表面はいい感じでございますね。じゃあ、小村さん、裏を見しちゃってください。はい、裏行きまーす。裏行きまーす。はい。はい、そんなもんですよね。こんなもん。表が全てだから。いただきます。はい。そんな焦げたとこまで行っちゃって大丈夫？うん。あ、うまい。うまい。マジでうまい。おお、焦げは。いや、ね、サクサク。サクサク。結構好きなの焦げ。焦げすぎじゃない？ロケーションがいいスパイス、ね。素晴らしい。うまい。はい、乾杯。あ、オツですな。グランピングは俺2回目だけど、キャンプをしたことないんだよね。キャンプの方がはるかに大変だろうね。グランピングっていいとこ取りな感じだもんね、うん、用意してくれてるしね、うんうん、今年もあと3ヶ月で終わりですよ。今年やり残したことありますか？彼女作ることっすかね。今年中にできることを願ってるよ。そうね。ユキさん、なんかあります？なんだろうな、今年やり残したことか。まだわかんないけど、海外に行けてないことかな。やっぱ中国でね、撮影もしたかったんだけど、うん、やっぱコロナどうこうもあって。まあ、ただね、俺ももう来週ワクチン2回目打ちに行くから、うん、それで行ける海外も増えるからさ。うんうん、そう、だから中国ちょっと行きたいなって、撮影したいなっていうのもあるし、うん、お母さんのお母さん、おばあちゃんに3歳ぐらいの時から会ってないわけよ。3、4歳ぐらいかな。うんうん、だから24、5年ぶりぐらいに会いたいなっていうのもあるね。うん、そこかな、うん、ちょっと心残りは、うん、まあでも分かんないからね、もしかしたらいけてるかもしれないし、オメダって彼女ができてるかもしれないかもしれないですか、ね、かもしれない、うん、いやでもこれはね、エロいよね。さっきからもうずっとエロいよねって話しかしなかったんですけど、なんかいいよねやっぱり、うん、動画とかも忘れちゃってね、もうね、めっちゃまったりしちゃってるんですよ。おかしいよねこの絵。ねえ、規制がかかっちゃう。やめやめて。言い訳させてください。持ってきた服がちょっと炭臭くて、バーベキューでね。そう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 、だからちょっとその炭を移さないようにって考えた結果こうなりました。俺ら何してんだろうね本当にね、怖いわ。やっちゃいましたね。やっちゃう。ねえ、ちょっと本当にやってないですけど、やっちゃったみたいな言い方を。怖いわ本当に。バーベキューからも焚き火でしたからね。そうそう、焚き火がね、ダブルパンチだね。炭の匂いが。買い持ってくればよかった。そんな持ってきてないし、明日着るものがあれだからもういいやっていう感じです。これドラマとかで見るよね、こういうのね。やばいね。やばいね。場所が場所だもんね。本当に。だって、周り誰もいないからね。俺ら二人だけだからね。めちゃくちゃエロい空間。エロい空間ですね。じゃあ、何もなく、純粋に寝たいと思います。純粋にね。純粋にね。純粋に寝ましょう。純粋に寝ます。はい。ありがとうございました。エイトと、おむじゅんでした。バイバーイ。バイバーイ。